はい、おちゃん。えいた。今日はナフ来ましたね、うん、というところで。はい。みりんちゃん可愛いねというところで。あのね、一気に流し出してね、可愛いみりんちゃんしかいなくなってね、もうやめようかなってさよなら思ったね。まあ今回3枚。モーザの人玉、マジックフライ、あとはレッドアーチャーと、はい、まあ、この3枚のナーフについて環境がどう変化していくかということを、うん、まあ、ひしばし雑談していくコーナーになります、はい。まあ、というわけでまずはこいつだから、ポン、まあ、モーザですね。モーザやっと来たね。正直、うん、ええ加減にせよというぐらいのもうクソカード。ただ言うて、うん、まだ入るなって思った。まあそうですね、まあ、入れる人はいるでしょうね、うん、そう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 。ただその強くなるかなって思ってるのが、うん、その5-4から4-4になったところで、うん、竜騎兵例えば4-5だね、で一方的に取れるとか、あとは、うん、まあ、あのガチャコッコはかなり強くなる。ガチャコッコが強くなるというかは、ガチャコッコはサイエストの一生蘇ると思うんで、うんうん、まあガチャコッコの採用は依然多いでしょうけど、前以上にそのサイレスはケアしなきゃいけないけど、うん、あの一方的に有利トレードを取られなくなる。そのガチャココもだし、そのリビングスタチューもだし。そうだね、まあその仁王立ち関連、うん、リビングスタチューとガチャココのこの2枚は、うん、割と採用率がもっと高くなるというか、まあ、ガチャココに関しては据え置いてもいいですけど、リビングスタチューに関しては結構増えるんじゃないかという、うん、そんな感じするね。まあとにかくヘルス5ですかね、鍵は、うん、まあ竜騎兵だとどのぐらい増えるかというところで、うん、まあ、この亡者の、まあ、減るという前提のもと話すと、うん、僕はね、ミネアが強くなると思ってるんですよ。なるほどね。まあ、そのやっぱりミネアっていうのは4点6点っていうアルカナバースタロットショット、その辺が結構出しやすいクラスなんで。亡者はまあ仕方ないとしてもね。そう、やっぱりねミネアがきつかったのは亡者なんですけど、うん、このミネイユとか例えば出した時に普通に取られなくなったり、あとはその亡者みたいなどうしても取れないカードが減ったら、タロットショットでやっぱアルカナバースって非常に強いんで、そう強くなるね、さらに。うん、結構ミネアは台頭してくるかなと思いますね。はい、次、こいつ、マジックフライですね。マジックフライは正直、まあ、正直しかないですけど、あのね、まあでも良くないなっていう代表のカードだから。そうそう、コメントとかでもマジックフライはちょっと下げようぜっていう声多かったんだ。ちょっとサーチを持ってて1コスってのは異常ですからね、うん、あれは。まあこれに伴ってアグロゼシカがちょっと安定感がさらに低くなると。そうだね、うん、ただテンポゼシカではまだ採用ギリギリできるかなぐらいは。あ、まあ全然テンポゼシカは入るんじゃないですかね、うん、なんならテンポゼシカ次のターン結構派遣クラスになる可能性すら見える、うん、まあ亡者弱くなったからね。テンポゼシカも亡者がきついクラスですから。そうだね、まあ非常にね、うん、まあ、この辺はゼシカ、ピサロ、あとキスミネアあたりで回ってもおかしくないなと。だね、面白そうだね、うん、あるいはまあピサロがボンと抜けてくるからね。あるね。うん、まあマジックフライの劣化でアグロが結構減るんで、コントロールミネアとシフトするんじゃないかという説もありますね、うんうん。まあ、コントロールミネア特に強くなる可能性もある。なぜかというとピサロがコントロールミニアだけは勝てないです。きっちりな。いや、どうしても勝てない、うん、なのでまあこれに関してはね、そのそれはそれで怖いなという。アグロ環境がええやないかと言わないですけど、うん、コントロールミニアの環境はきついよ。まあ最強であってほしくはないあれは絶対に最強であってはよくないかなと俺は個人的に思ってるんで、うん、まあその辺がね、まあ、どうバランス取れるのかというところも気になりますけど、まあアグロが果たして必要悪だったのかと。なんとも言えんな、もう見てみないと新シーズンを、うん、まあ、まだまだいる可能性ありますからね。メラゾーマとかメラミは全然据え置きなんで。そうだね。はい、でこいつね、最後レッドアーチャー。もうレッドアーチャーはもう言います、使わねえ、誰も使わなくなったと思った。いやーこれはねちょっとね、俺も使わないかなっていう。あの確かに5-6狙い撃ちで5ターン目出せたらまだ強いっちゃ強いけど、うん、出せない可能性があるカードをいちいち5コスぶっ込むかっていう。まあ3-6ね、正直縦魔人が4コス3-6だからそう、それ、まあ、あいつが結構ぶっ壊れてる可能性はあるんですけど、うん、まあレッドアーチャーの採用はないんじゃないですか。そうだね、ほぼほぼ、うんうん、5ターン目に3-6はちょっと弱いかなって厳しいね思いますね。まあこれに伴ってまたアグロゼシカがちょっと弱くなったかな。まあアグロゼシカに関してはレッドアーチャー最近採用型も
少なくなってはいるし、まあ、各レッドアーチャー採用型が多かったんですけど、まあ、単純にいなくなったと、うんうん、まあこれに関しては順当で、これで影響を受けるリーダーいんのかな、まあ、あのレッドアーチャー頼みっていうリーダーはいないし、うん、レッドアーチャーは強いからとりあえずあの候補の中であの入れとこうぐらいの考えのリーダーが多いから、うん、そこまで影響受けないけど寂しいよ俺。レッドアーチャー生まれてきた意味がなくなっちまうじゃん。いやいや、まだまだあの5、6で出せたら弱くはないですからね。まあクックルームだったら使ってもいい可能性は、いやまあ厳しいですけどね。そここすって強いカード多いじゃん、その、まあ強いカード多いです。うん、その中でギリギリレッドアーチャー採用って中だったのに、これはちょっともう参拝クラスですね。さまよう鎧がそもそもスタッツ5、6ですからね。そうなんだよどうしようもねえんだ。うん、ちょっと俺は使わないかなという感じで、まあアルシアを採用してない方のデッキ、まあ店舗ゼシカとかは割とレッドアーチャーがナーフされて嬉しいのかなとか、そうだね、その辺も感じますけどね。うん、まあ、とりあえずナーフに関してはそんな感じです。はい、さてまあ今後何が台頭してくるのかというところで、うん、まあさっきナーフの時にも触れましたけど、やはりピサロ、まあ今も強いしね、超強なんですけど、うん、また強くなるなっていう、なりそうだね。うん、結構人玉だるいんですよ、うん、ピサロも。あのオーレンが機能してないんで、ただ人玉減ったら、まあ、とにかく4ターン目の返しに対して5ターン目のオーレンがサクッと決まっちゃうっていうのは、うん、まあいいよね、いいことだよ、ね、いいね。でテリーはね、今回ナーフ入ってないじゃないですか、まあほぼほぼ。でも僕はちょっと弱くなったと思ってます。仁王立ちを使ったそのデッキが増えるってことは、うん、結局テリーって仁王立ちがマジできついから、きついね、本当にきつい、うん、だからリビングスタチューとかが増えてくる環境になった場合は、うん、テリーちょっと厳しくなりますよね。テリーの強みってその人玉を取りやすいところにあった、まあそうですね、部分もあるんだ、うん、その強みがちょっと減っちゃうっていうのもやっぱあるんじゃないかな。うん、まあテリーを結構使ってますからね、うん、エイトさんはミネアはちょっと強くなるかもね、そうだね、もしかしたら、まあ、ミネア全体的に強くなる可能性がある、うん、要は亡者のナーフによりね。亡者をだから採用する人も結構まだ多いんじゃないかと思うんですよ。多いと思う、やっぱりミネアが台頭してきたら、うん、やっぱり結局取れねえっていう、うん、もうじゃあなんやかんや44強えなと、うん、あのそうなるかもしれないですけどね。まあその辺はメタが回っていい環境になる可能性が大ですな。楽しみだよ。あ、うん、であとは僕が期待してるのはアリーナ。アリーナとね、僕結構使ってるじゃないですか。好きだよね。何がいいって聖剣好き、仁王立ちが増えるじゃないですか。リビングスタチューが増えたら聖剣好き強いですよ。2コス5点無理だよあれはね。なかなか今回活躍してくれるんじゃないかなと。頑張って出したのに2コスで取られるとやっぱ相当くるよ。聖剣好き採用のアリーナ増えるんじゃないかなという。ハッサン喜んでるね。ハッサンはもう今頃こんなになってるよ俺や俺ってなってる。いや元からこんなになってたけどあんま変わんないやんほんであとククールか、うん、うわー弱いままですね多分。そうだよそうだよ、ちょっときついククール。まあでもククールが強い感じもしんどいからね。レッドアーチャーは多分ククール使いとしてはあんちょっと辛いんじゃない。まあまあまあククール結構レッドアーチャー出したいクラスではありますもんね。そうだね。でゼシカ、こっちはまあテンポが増えるでしょうね。もうアグロはかなり減るね。あーやっぱマジックライで安定感が一気に下がるんで、まあ、でモージャも基本入ってる方が多いからアグロは、うん、多いっすね、うん、まあ、ダブルナーフだね。なんならレッドアーチャーも入ってる方多いですからね、うん、トリプルナーフだねまあ結構減るかなって個人的に思います。まあもちろんいますけど、うん、全然対策が、まあもちろんハンドからメラゾーマメラゾーマテンションで相変わらずああいう負け方持ってたのかみたいな負け方はあると思いますけど、まあその辺は正直アウロゼシカの道を残すべきだと思うんで。そう、それすらなくなったらおしまいだから、うん、まあまあちょうどいい調整かなと個人的には思ってますけどね。でトルネコですか。こいつはねもうあの唯一無二の存在というか、うん、ずっと強いですよ多分ね。どんなナーフが来てもねトルネコはねあの永久中立国なんですよね。やばいね。やってることがみんなと違うんですよ。育ててハイスタッツ上がったドンみたいな。なんだよね。そうだね。トルネコをまあ一応結構使ってる身としては、うん、まあトルネコは今で現役だね。まあ最強候補の一角としては残るんじゃないかなと思ってますね。うん、私はねアリーナ使いますよ。ミネアを今まで使ったことなかったから、うん、ほぼっていうか使ったこと一回もないんだ。はいはい、はい。そうそうミネアだけ。
素数ミネアを使った以外使ってないから素数ミネアね、動画出してるんでぜひ見てください、うん、ちょっとね、使ってみたいね、新環境で。最小のアフゴ勝つなら僕ミネア対策だと思いますけどね。逆にそうだね、うん、多分一気に増えるのがミネアっていう気はしますね、うん、なので僕はもうアリーナをスコスコとスコスコとやってるしころうかなと。いや、やっぱアリーナ面白いんだ。マジで面白いんだわ。好きだよね。なのでまあその辺ですかね。はい、そんな感じでライブ見てね。ライブ見てほしいし動画も見てね。おう、ほんなんな。ほんなんな。 See you next. Bye. Bye. Bye.